さらに高倉さんから小川誠に振ってみて、とんでもない迷路を作ってみたい、うん、お願いします。じゃあいいですか、うん、あのですね、うん、私、うん、最近米粉、最近というか米粉が好きなんですけど、はい、食べ物の話出ましたよ、出ました、米粉が好きで、よく聞くわ米粉って。最近は前まではあの米粉のあのお菓子とか、うん、そういう米粉を使ったお菓子が好きだっていうのを皆さんに言ってたと思うんですけど、ね、最近はちょっとバージョンアップしまして、自分で新潟から米粉を持ってきて、米粉で自分でベーグルを作ったり、で最近はちょっと、ベーグルはもう自分で作ってます、うん、米粉のベーグルを作ってるんですけど、最近ちょっと2つのものしかないんだね、世界の中に、ね、米粉とベーグル、そうですそうです、米粉とベーグルはもう絶対なんですけど、最近そのちょっとお菓子作りもしてみようと思って、あの焼きドーナツっていうのが今流行ってるっていうので、そうなんです、ヘルシーだしっていうので、それをちょっと作ってみようと思って、あのスーパーでそのオーブン用の焼きドーナツの型を買ってきたんですよ。でそれで米粉を使ったドーナツを作ろうと思って、開始早々ですけども、ちょっと休憩ですよ。米粉さん何と言ってんだよ。米粉をあの米粉っていうのは体にいいんですよ。ダメですダメです。あの小麦粉と混ぜることによって米粉を、うん、小麦粉と混ぜるんだ。いや混ぜないんですよそこは。あの小麦粉を使わない方が自分の中でヘルシーだし、うん、健康にいいんじゃないかと思って、うんうん、米粉ヘルシーだし健康にいいってすごいよね。米粉 100% で。だし健康にいい、健康にいいんです、うん、で米粉 100% で作ろうと思って作ったんですよ、うん、そしたら、うん、焼きもう見た目は焼きドーナツですよ、うん、けど味はもう完璧餅でした。米だけに、米だけに、いやいや、まもちゃん初めて落ちたよ。初めてです。もう一回焼き餅だ、本当に。焼き餅、もう見た目はドーナツなんですよね、でも。茶色なんだ、ちゃんと。茶色というか緑なんですけど。緑じゃない。抹茶、抹茶の焼きドーナツ。それ言ってくれないか。びっくりした。米粉が緑になるのかと思った。抹茶混ぜたんですけど。調子いいですね。いや調子いいですよ。もうそれ動いてるだけ。さすが。最初にこれ言わなければよかった。次もよろしくお願いします。